ごきげんよう、男ボンドです。さあ、今回は やっていこうと思います。さあ、このね、アニマルレボートバトルシミュレーターにクリーパーがやってきました。というかね、生き物になんか武器とかいろいろ取り付けられるんだけど、海外のすごいクリエイターが作ったこのキャラクターで、足元を見ると元は虎なのかな。じゃあ一回ね、虎と比べてみるんだけど、おお、なんか飛んだ。ぶつかると飛ぶんだね。さあ、虎とじゃあ比べてみるとね、あ、やっぱ足元同じだね。虎になんかいろいろ取り付けて出来上がったのがこのクリーパーってことだね。この爆発するクリーパー、すべてをぶっ壊したいクリーパーね。まあこの爆発でどの生物まで耐えられるか、いろいろとね、やっていこうと思います。いや、しかし、首が長え。じゃ、まずはね、ゴリラの王を。さて、耐えられるでしょうか、クリーパーの爆発。さあ、走り出しました、ゴリラの王を。殴る。吹き飛びました。ゴリラどこ？あ、これゴリラか？あ、これ。クリーパーの本体。埋まってるし。この地面埋まっちゃってるし。このゲームで初めて見たわ、こんなの。ちなみにゴリラはどっか吹っ飛んだね。とんでもない威力だな、このゲームのクリーパー。じゃあ次はね、早速 T-Rex でやっていこうと思います。ティラノサルスね、結構体力あると思うんでね。これどうだ？耐えられるかな？さあ、走り出した。お、普通に耐えたぞ。顔面から爆破したのに。顔面大丈夫か？ティラノサウルスは耐えるんだね。じゃあ次はね、アロサウルスでやってみよう。さあ、ちょっとちっちゃめのね。まあ、ティラノサウルスと比べたらちょっとちっちゃめなんだけど、どうだ？お、飛んだ、これは。ロケてしまった。飛ぶねえ。じゃあ、スピノサウルスでやっていこう。意外と耐えるんじゃない？スピノサウルスも。さて。おー、飛んだぞ。スピノはやられるんだね、バカはね。あれ、ティラノは耐えたのに。もう一回ちょっとティラノでやってみよう。どうだ？お、あれ？やれた、今度は。今度は吹っ飛んだね。すごい勢いで噛みついてたけど。いや、待って、もう一回やってみよう。これ、ティラノサウルスは耐える時と、耐えない時があるのかな？あれ？爆破しない。おー、爆破したけど耐えた。なるほどね。ティラノサウルスはもうギリギリ、耐えるか耐えないかのギリギリなんだね。じゃ、このゲーム最大の恐竜、ブラキオサウルスでやってみよう。さあ、いけるか？お、普通に耐えた。さすが、ブラキオサウルス。ちょっとでも悲しそうだな。痛かったのかな。じゃ、クリーパー3体とかはどうだろう。耐えるのかな。さあ、3体やってきた。あれ、バカしない。おお、え、1回目で。あれ、今回は、おお、なバカしたか。今回、1回目の爆破で、やられたね。2体でやってみるか。クリーパー2体で。さあ、いけるか？ 1 回目は耐えた。2回目はやれんだね。ブラキオサウルスもティラノと一緒で。まあ、1回の爆発で、まあ、ギリギリ耐えるか耐えないかっていう、ギリギリなんだね。世界のすごいクリエイターが作ったね。この動物兵器たち。もうすごいトゲだね。こいつに抱きついたら血まみれになりそうなんだけど。とりあえずね、このま、クリーパーは自爆系なんで、ま、覗くんだけど、残りのこの6体、いろいろね、ダウンロードしてきたんで、この中の最強を決めたいと思います。まずはね、クリエイターが作ったゴジラ VS、すごいワニ、やっていこう。さあ、どうだ？おっと、ゴジラが浮いたぞ。すごい迫力バトルだ。
いやー、これ、さすがのゴジラもねー、これはちょっと抱きつきたくないよねー。これは？この勝負、ワニが勝ちました。ゴジラの方は全て砕けて、本体はテリジノサウルスだったんだね。いや、もうこのワニやべえなー。見た目がなんかクッパみたいだねー。じゃあね、次はね、このワニなんだけど、このワニもやばくない？どいつもこいつも抱きつきたくない見た目してんね、もう。じゃあ次はね、これもなんかゴジラっぽいけど、おお、ちょっとでかくない？なんかメカゴジラっぽいね。それではやっていきましょう。何か出したひそのミサイルを、一瞬で終わった。これ強すぎる。やっぱメカゴジラを再現して作ってるね。そして、見てください。ワニのこの悲しい姿。あ、なんかこう見ると可愛いね。手あげてるみたいで。まあ抱きつきたくはないけど。さあ次はね、この巨大ゴリラにいろいろ取り付けたっていう感じのキャラか。またすごい数のトゲだね。顔はイケメンだな。それからこのキャラ。エイリアン的なキャラだね。まあ人狼にいろいろ取り付けたっていう感じか。さあやっていきましょう。このバトル。おっと、ちょっとかくついて、顔面に飛びかかったね。でもちょっと、顔面にもね、トゲが生えてるから、これちょっと抱きつきたくないな。すごい勢いででも抱きついて、おっと、これは？どっちが勝った？さすがに、巨大ゴリラが勝ちました。なんかフィンフィン言ってるけど、なんだ？ゴリラの音か？興奮してるね、ゴリラ。さあ、いろいろ戦ってきて、最強の3体の生物が決まったんでね、さらにこっからバトルして、一番最強を決めたいと思います。それでは開始。さあ、おっと、これは、あっさり終わった。見てください。ワニのこの悲しい姿に、ゴリラの敗北した姿、いいケツしてんな。さあ、そして、圧倒的な強さでした。メカゴジラ、強すぎる。じゃあ一旦ね、メカゴジラなしでやっていこうかな。もう強すぎるんでね。じゃあこの2体、じゃあ2番目に強いキャラをね、決めよう。さあ、始まりました。殴りながら刺さってるぞ、ゴリラ。両方ともこのトゲだからね、戦いづらそうだな。ゴリラ、頑張るね。ワニもね、トゲ刺さりながら食らいついてるね。そしてね、この音がね、すごいサクサクいってるね。いやー、刺さってるよ、これ、お互い。食らいつくね、ワニ。おっと、これは、ゴリラの大事な部、ゴリラー！最後、大事な部分食われて、やりてしまいました。ゴリラ、本当のゴリラの姿です。残念だな、ゴリラー。ということで、この勝負、2番目に強いキャラは、ワニに、ということに決まりました。さあ、今回ね、第1回動物兵器バトル、優勝はね、メカゴジラに決まりました。やっぱミサイルが強かったね、あれ。もう、一瞬でやられちゃってたからね。そして2番目は、ワニ。そして3番目、ゴリラ？大丈夫か？ めっちゃプロしてんな、もう。あ、ゴリラ、収まったか。ゴリラ興奮してたね。3番目悔しかったんだろうね。まあ次は頑張れよ、ゴリラ。ではね、このメカゴジラはクリーパーの攻撃耐えられるかどうかやっていきましょう。その前にミサイルの攻撃で やられちゃうのか。じゃあクリーパーをね、こうメカゴジラの目の前に設置して 開始したらどうなんだろう。こう真ん前ね。ははは。かわいいな、なんか、親子みたいで。なんか、クリーパーを守ってあげてるみたいだね。よし、じゃあ、始めていきましょうか。開始。お！まあ、普通に耐えたか。じゃあね、クリーパーを周りに、たくさん並べてみると、
さすがにこっぱみしなるでしょう。メカゴジラもね。見てください。これ怖いな。マイクラでもこんなことあったら怖いよ。さあね、果たしてどうなるのか、早速やっていきましょう。開始。おお、素晴らしい。ついにメカゴジラを倒しました。そして、生き残ったクリーパー1体。こんな爆破の中、奇跡的に生き残りました。もう奇跡のクリーパーだね。こんなもう、メカゴジラバラバラに砕けたのに、このクリーパーとなら友達になってもいいな、と思いました。まあもちろんね、マイクラのクリーパーも爆発するんでね、見つけたら、木っ端みじんになる前に速攻で逃げましょう。それじゃね。